さあ両チームの選手たちがピッチに入場してきました。左緑と黒のストライプのユニフォームが相模原、相模原ボールでゲームが始まりました。ホームの相模原は前半は左から右へと攻めていきます。左から巻いてきた嫁坂ヘッド、クロスバー、一つコーナーキックから脅かしてきました。長いボールを送って水口、すらして藤沼、パスにした、デューク来た、デューク、ループシュート、よくゴールカバーに入りました鈴木。ホームでの失点数というのは非常に少なく抑えている相模原と、リーグ最も失点が少ない奈良クラブ。さあ堀、またファーで嫁坂が呼んでいます。西田、加藤、左にセット、クロス、浅川、浅川だ、ただ旗が上がっています、オフサイドです。センターバック同士つないでから寺村へ、クロス入れてきた、ファーでは嫁坂待っている、おー PK、 綿引きの対応がファールになりました。さあ浅川、3試合連続ゴールです。43分、先制奈良クラブ。浅川から西田、方向を見た、西田からのクロス、流れた、嫁坂だ、こぼれている、西山拾った、西山右足、強烈なゴラッソ、右のサイドネットに突き刺していきました。さあ反撃ののろしが上がる相模原、下け溜めてからパス、残してマイナス、ヘッド、藤沼だ、さあ前線へ安藤が行く、残す、こぼれている、シュート、逆転、橋本で逆転、試合が終わりました。相模原ようやく今季2勝目をつかみました。長かった長かったトンネル。